こと正菊、右、をすくい投げで下す白鵬、撮影、椎名渡る、写真を拡大、大相撲名古屋場所3。一目、2018年7月10日ドルフィンズアリーナ、両横綱は危なげなく3連勝とした。白鵬は琴奨菊にもろ差しを許しかけたが、素早く動いて逃れ、右すくい投げ。体が動いているから反応できている、と涼しい顔だ。11日は母国モンゴルの祭典、ナーダム、があり、自身の所有する馬が走るだけに、自分も、頑張ります、と気合を込めた。白龍は右からの上手出し投げで崩し、正代を一周。一度も負けたことのない相手だったが、気楽に行かないで、集中して締めていった、と抜かりなかった。